簡単に釣れるぞ。よし、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 よく引いた。今日はね、初冬のデイメバリングというテーマでね、久しぶり地元広島の海です。はい、もう本当10年ぶりかな、1回行かないか、まあそれぐらい、とにかくほとんど地元でやらなくなっちゃったんだけど、まあデイゲームなので、誰もが行けるような場所でね、昼間に、釣ってやろうということで今日は来てます。デイメバルをデイゲームやるにあたって一番重要なのは、どこにメバルいるかで、どうやって探すかなんだけど、基本はね、見える場所、もう目で見てね、メバルがいるかどうか見える場所、実は中にいるんだよ、映るかどうかわかんない、この辺、俺浮いてるでしょ、ポコポコってああいう風に流れのないところでボヤーっと浮いてるやつはね、まずまず食わないので、できれば潮落としがいい、その流れが出てるところで、全員がその流れのね、上流に向かって顔を並べているような場所が釣れる。こういうのを狙ってもなかなか釣れない。で、今度は外側なんだけど、実はね、メバルいっぱい見えるのよ。ただ流れが出てないから、今ね、食う時間帯じゃないんだろうと思う。点でバラバラな方向向いてるのよ、みんなが。ちょっとね、時間帯が悪い、多分釣れないと思うんだけど、見えるの。だからまず一番の要定としては、メバルがいる場所でやる、いる場所ってどういう場所、もろに見える場所ということです。はい、じゃあ早速やってみるんですけど、昼間はね、やっぱり見切られやすいし、なかなか夜のように簡単には口使ってくれないケースが多いので、リアクションでね、口を使わせるという意味で、シャクヘッド D2g でのワインドでね、うん、今完全に時間帯もあまりやる気モードじゃない時間帯なので、なおのこと、ワインドゲームでちょっと様子を見てみますね。リアクションで食うかどうか、まあスイッチが入ってない時は何やっても食わないので、ダメな時は諦めるんだけど、基本的にこれだけメバルが見えてればね、必ず釣れる時間帯があるので、いる場所を見つけたらね、やっぱりこう潮時をタイミングを変えてきてみることですね。で、基本はやっぱり流れがあるかないか、これがすごい大きなキーワードになるので、結局ね、硫化ベイトを食うこと多いので、流れが出て餌がね、流れてこないとお食事モードにならないんですよ、メバル。ほんといっぱい見えるんだけどな。こいつらを釣る手だってかなくはないんだけど、あんまりやりたくないんだよね。めちゃくちゃ小さいフライフックなんか使ったようなリグでやると食わなくはないんだけど、それだと本当に7、8センチくらいの落ち尾まで食ってきちゃうので、反応しないか。あ、結構今いいサイズが見えたところをね、ワインドかけたけど、全然食べる気配がないね。これはちょっと厳しいかな。まあ、車でランガンしながらいる場所を見つけて、流れのあるところでちょっと本腰入れるというスタイルですね、こういうのは。うん、僕ね、見切り早いんだよ、もう分かってるから。ここはメバルが、まあ、いっぱいいるけど、全くね、捕食モードに入ってないので、早速他の場所を移動します。で、また潮がね、激しく動くような時間帯でここへ戻ってくるという点もあるので、移動。ここね、ちょっとね、ちっちゃい橋で、ここ水道になってるんですけど、
カメラさんちょっと流れの中撮って、あ、映んないと思うんだけどね、こうすっごい流れてるよね。で橋の上から見ると あこら辺でメバルが見えるんです。向こうから潮がぐーっと入ってきてね、右から左へぐーっとこの下を流れてるんだけど、この流れてる本流のちょっと内側なのよね。ここが反転流が起きてるわけ、この内側に。でやっぱりね、居場所が一箇所なのよ今見えるの。僕これ竿の先っちょの海面の下にちょっと黒い影見える。カメラで映んないかもわかんない。こういうのを見るとメバルがね、その流れに対してどこにつくかっていうのがね、すごく覚えられるわけ。はい、あ、こっち寄ってきた。あ、ちょっと足元にも寄ってきた。 1,2,3,4,5 流れが内側に入った時にはメバルも寄ってきて、流れが外行った時にはメバルも外へ。なんか一番餌取りやすくって泳ぎやすい流速のところにメバルがいると。でこいつが昼間に食ってくれればバンバン剤ということでね、下へ降りて、あの辺へ降りたとこから釣ります。あれ映ってる？あそこ足場のいいとこまで降りて、さっきメバルがいた位置をこの上から確認しといて、だいたいあの辺。よし、行ってみましょう。ここなら見えるだろ、さすがにメバルが。ほら見える？見えるよね、映ってるね多分。さあ、あの食う時と食わない時がね、結構極端なので、今日今釣れるかどうかは定かじゃないんだけど、釣れるとなかなかいいサイズいますよ。さて、今沈んでまた見えなくなったけど、あの辺だな。潮に乗せて外の潮からこう内側へ流し込んでくるようなイメージだよね。うん、たくさんいるわけじゃないんで、5、6匹がね、潮の中でちょっと泳いでるので、流れが安定してるようでしてないので、姿を見つけてはこう狙い撃ちするような。デイゲームのね、一つの特徴でもあるんだけど、普段夜釣ってる場所でやらない方がいい。まあ今日はここの堤防でやるんだけど、基本的にね、明かりがない堤防なので、明かりがない堤防はあんまりやらないでしょ、ナイトゲームでね。そういうとこの方が昼は効率がいいということで、まずはこの堤防からやってみましょう。この姿を探して釣るっていうのがね、まず基本です。あのロープのそばに溜まってるんだけど、あんま6センチ7センチくらいのコメバルで、釣れるサイズがいればもうモロに見えるのね。ここにいるのが9センチぐらいかな。うん、ちょっと釣る対象じゃないサイズですね。魚っ気ないな。なんで？こう見えないとさすがにちょっと厳しいかな。魚じゃないよね。お当たった今。あれ、あ、いるいる、メバル見えた。お、食ったいきなり食ったはい、ベラメバルですベラメバルじゃないか。まあデイゲームのお約束ではあるね。姿が見えたと思ったらベラでした。
なかなかパワフルな魚なんで、はい、ベラサキュと沖の深いとこ打ってみようか。深い側のボトムを、おお、沖もいっぱい、ああこれもベラだな。メバルはね外れないから、うわーすげえ連発するよ。おおこれはメバルじゃないか。やった、今日のデイメバル第1号です。ちょっとかわいいサイズだけど、あの底を釣ったから赤が来たね。カメバル、サンキューサンキュー、ベラかと思ったよ。うっ、でも一つヒントね、あの壁際足元にはベラが多くて、沖の深いところに赤メバル君がいてくれたって。おい、サンキュー。まあまだ潮がね上げ始めたばっかりなんで、どんどん今から良くなるので、サイズはね多分やってれば上がってくると思うんです。とりあえずボトム付近で赤が釣れたと。時々足元にねふーっと浮いてくるやつがメバルなのかベラなのか、遠すぎて、ああ今のはメバルだ。今ここで食うから、角度が急だから、向こうから投げるね。ラインが垂直に降りて釣りにくいっちゃあるしね。よし、よし食った、よし食った、おーしよしよしよし、こんな黒だ、こんなまともなサイズの黒出たよ。ほら黒メバル、やっと釣り出したぞ、ちゃんとまともにメバルが。ここ見えたやつは黒メバルだね。あそこすごいライズしてるんで、カメラさん映して映して、ほらほら、あちょっと向こう行って、ガーッと向こう行って、よし、ライズ打ち。うわ久しぶり昼間にライズするとか。よし食った、メバルだ、黒メバルだよ、これライズしてんの、すごいな。いい、急にねパチャパチャライズしだしたの、これ全部黒メバルだよ。これもっとね大きいやつが見えた、サイズがバーッと群れが浮いてる時に。どんどん行きましょう、よし、浮いてこないかな。餌が入ったら一斉に浮いてきて、あのパクパク食ってる感じだよね。今は沈んでるから少しカウントダウンさせて、そこからリトリーブ。うわ食いつく食いつく、よし、おお簡単に釣れるぞ、あれすごいな。うわここ僕何回か来てるけど、こんなの初めて、すごいよ。小型中心なんだけど、なんちゅう釣れ方、今度は赤というか白というか、これすごいな。まあ、せっかくあのライズが出てるからどんどん釣りますね、写真を後にして。もっと大きいやつがついてきてたんだ、さっき。昼間のライズ、うわすごいすごい、これはちょっと今日はイージーすぎるよこれはい、黒メバル、ちょっとイージーすぎるぞ。もう少し苦労させてくれた方がいい、贅沢言うなって。いやいやいや、まあ
こういうなんだろう、ボコボコ釣れる釣りもたまにはいいかもね。すごいな、見てこれ、ベイティのね 1.8 のホログラムです、ね、うん、これクロメバルの尾っぽ見てね、広くって角がとんがってるでしょ。こう流れの強いところを泳ぐクロメバルはね、ちょっと尾っぽが違うんです、うん、結構黒の特徴でもあるんです。よし、すごいすごい。よし、続いていきましょう。よし、ぽっちゃん、すごいね、連発モードになっちゃってるね。まあだからやっぱりね、あの流れってすごく重要なので、校内の流れのないところでね、あのメバル見つけてもね、なかなか釣りにくい。だからそういう時はあのアイスジグでピュン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 やって釣ってる動画を皆さん見たことあると思うんだけど、あのリアクションバイトを誘う釣りでないと流れのないとこ難しいんだけど、流れのあるところは基本的にあの流れにこう乗せてドリフトさせるような巻き方で、非常に活発に食っていくんですよ。上流から流れてくる餌をね、あの食べに集まってきてるので、待ってる状態だから。メバルが視認できない中、ちょっと距離が遠いのでやってるんですけど、普通は僕はね、見つけて釣るんですよ。影が見えたらそこでやるって。今日は見えないままやってたら沖でパチャパチャライズ始めたので、あ、当たらなくなった。これね、群れが移動した、群れが移動したさあどこ行ったんだろう、さあどこ行ったんだろう、壁際寄ったのかな。離すなかかり悪い、うー、もんどり打って食いに来てる。一部始終が見える楽しさ、これぞデイゲーム。壁際からピャッと出てきて、くわえて戻ろうとする。下がね、石がゴロゴロしてるから、ボトムで赤のいいサイズが出ないかなと思ってんだよね。お、あ、くわえてた。このボトムに当たるやつはなんでかかんないんだろうな。ベラかな。うわ、当たる当たる。ベラだねこれ、そこにいるのは。よっしゃ、ベラだと思うよこれ、力強いし。そこは全部ベラ。これやっぱりそこのかかりにくいやつはベラだ。昼はね、見えるという楽しさと、あと冬なのに寒くない、グローブいらない、フリース1枚で、下は下着1枚だし。寒かったんだよ夜は。夜は本当に上下ダウン着てて、もうなおかつ寒かったのにね。今時間が8時半か9時ぐらいなんだけど、もう全然ダウンなんかいらないもん、あったかいよ。Bテスラのキャスタビリティは格別だ。よっしゃ、あ、やっぱりあそこ溜まってるわ。おお、バチャ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 、ズームで次でいい。よく釣れます。イエーイ、
スラメバル、瀬戸内のブルーバック、うん、いい吸い込み方してるよね。はい、移動はしてないんだ。餌が来ないとレンジが下へ下がってるだけなんだ。うん、よし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 、食ったよー。ほら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 、よいしょー。おー、サイズアップ、サイズアップ。本日初の20センチ育ったよ。あ、この子やら怪我してる。やらをいい、ちょっとサイズアップしました。サンキューサンキュー。よしね、潮がだいぶ動き出したから少しいいサイズも食い始めるのかもわからない。今の一匹でちょっとそんな感じがするよ。よっしゃ、ヒットヒットヒット、よし。ん、あ、今度白が釣れた。今度は白メバルだ。すごいな、あの表層で黒と白が混じって釣れるとこってそうそうないんだよ。もうこれは白メバルで、少し放卵気味。デイはね、放卵個体は釣れにくいのよ。夜の方が圧倒的に放卵個体になっちゃうんだけど、デイはあまり釣れないんだけど、中にはこうやって放卵してる子もね、この時期はどうしても混じってしまうので、だから僕はないとやらないんです。8割放卵個体になっちゃうので、下手すると。ほい、よし、だいぶ潮上がってきたかな。で、まあ今日はデーゲームのポイントの要点みたいなのもちょっと皆さんに見ていただきたいので、ここはもうさっきから釣ってるような釣り方でずっと釣れるだろうから、ちょっとねロケーションを変えてまた違う場所で釣ってみます。行きましょう。チビがヒットすんだもん。取れた。ロープ際にさ、メバルがいっぱい見えるのよ。おチビちゃんなんだけど、これででかいやつも見えるから、でかいやつを釣ろうと思ったらおチビちゃんが先食っちゃって、さっき説明したように、この内側っていまいちやる気モードがないのよ。だから巻いてもね、食わないの。この流れのないところのやつは巻いてもいまいち食わないで、そういう時はまあ今ジグヘッドが違うんだけど、着ヘッドの D の 1.5 グラムとかでこうショート気味のワインドをね、ちょん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 とかけてやると追っかけてきてるやつがね、スイッチが入るんですよ。ほとんどの個体が食いに来ないんだけど、
中にはこうやって、ああバレた今かかってたんだけどバレちゃった。ワインドかけるとスイッチが入る。そう、これをちょっと見てもらいますね。今度は右側打ってみようか。これはベラです。お、力強いな。うわ、ロープへ持ってかれる油断してる場合じゃない。こっちおいで、こっち。あれ、ん、どこに引っかかってんの？ロープとロープの間に入りました。なんで、どうやったらそういうことになる？よいしょ、はあ、すげえドラグジリジリのすけ、いいサイズだこれでかいよ。強烈、このオッポの広さ見てくれ。強いわね、こんなだったらね。コペラもこれぐらいの置くと気持ちいいな今度今度っていうか、本格的に春になったらインクスレベルはベラリング大会やりますからね。ベラトーナメント、30センチ級になるとね、とてつもない強いです。よし、ここはもう本流激流、ブンブン右から左に流れてるね。でスズメダイがたくさん見えて、その中にちょろちょろとメバルの姿が見える。で完全に右から左の流れで上流に頭向けてるので、こういうところのやつがね、一番活性が高いんですよ。でこれはうまくこう潮に同調させてドリフトさせながら、なんて言うんだろう、たるまないように、たるまないように巻くっていうのがコツかなだから巻いて釣るというよりは、うまくドリフトさせるためにラインテンションを保ち続けるために巻くっていう状態ね。今完全にクロスに打ってるんです。でラインテンションを保つために巻いて、お、当たった、乗らない。うん、立ち位置とどこで食わすかというコースと、よし、流れの中で食うと小さくてもよく引く、これが面白い。おおおおお、いいサイズ、いいサイズ、お、いいサイズ、よしよし、いやいいよこれ、グッサイズ、やっぱり本流だ本流。うわー、がっぷり食えてる。うー、これはいい。はい、まともなの出ました。いや、これ気持ちいい一発だ、これは素晴らしい最高、プリうん、綺麗な黒です、いいね。よし、記念撮影、よいしょ、よし、いや、本日とりあえず今までのところで一番納得のメバルでした。よし、いいね。ちょっと沖側のダウンに入ったところでパーンと食ってきたね今の。
なんかここの見える子たちよりは明らかに今の大きいので、ちょっと霜の下がったところにいいサイズでいるような気がする。よっしゃ、やっぱり来た。おお、でかい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 。ちょっとちょっと待って待って待って。嘘だろいって。おわあ、いい日だぞ今日は。これよ。ほら、冬のメバルは昼に釣れ。いやー、ごっさい。これよく引いた流れに乗って見たでしょ今の。じーって、超ビッグサイズじゃないよ、尺とか。あのもうね、昼間にね、こんな楽勝20センチオーバーが釣れるってのは最高だよね。かっこいいなこいつ。おお、こんな感じ。まああの、どこにでもいるわけじゃないんだけど、別にこれ広島だからってわけでもないし、僕ね、全国あちこちで昼もメバルは釣ってるので、あの何県でもどこでもっていうわけいかないけど、あの釣れる場所は必ずね探せばあるんです。で、何度も言って今日何度も言ってるけど、やっぱり流れってのが大きなキーワードで、こういうふうにこう本流が流れてて、岩があって藻があってという状態のところがあれば、だいたいメバルは昼でもね食ってくれるので、で尺メバルとかね、そんな贅沢を一切しなければ、本当にね20センチ25センチぐらいでもね、あの流れの中で釣るメバルっていうのはすごく強いし、今ご覧いただいたようにとても楽しいし、寒くないしね、明るくて丸見えだし、うん、まあ、あの本格的なメバリングはもう3月4月あったかくなってから、プラグなりなんなり本気でゆっくりやればいいっていうのが僕の考え方ですよ。まだね、放卵個体が、いるような時はデイの方が僕はおすすめ。今日見たでしょ、子持ちの子1匹しかいなかったでしょ今のところ。ね、画面で出してるだけでも1匹でしょ。他にあのカメラ回ってなくてリリースしたやつもね、全然放卵してないからね。そこがね、もうこの12、1月いっぱいぐらいのいわゆる産卵期のメバル釣りで僕がデイをやる理由ってのはそこも大きいんですよ。うん、腹ボテの今にも産みそうなメバルを釣らなくて済むっていうのもね、デイゲームのいいところです。なぜか知らないのよ、なぜデイで放卵個体があまり食わないのかはね、ちょっと理屈的には僕も分かんないんだけど、結果的にそうなの。うん、沖っ川にいるな。今の気持ちよかったな、流れの強いところでかけたから、すげえじーって。